ホラーまさみです。今回はドライキーマカレーを作りたいと思います。キーマカレーもいろんなレシピがありますが、今回使う肉は豚肉と鶏肉の合いびきで胴割りですね。それを使って作ります。それと玉ねぎは刻むのではなくて、こちらダイスカットにしていきます。これをじっくり炒めていきます。それとスパイスは今回も3回に分けて使います。最初に油の方に移すこのコールスパイスですね。これで香りを移してから肉を炒めて煮込んでから、それであと仕上げにこちらのドライのパウダーを使いたいと思います。それとキーマカレーっていうとグリーンピースが入ると思うんですけど、もしグリーンピースが嫌いな方はインゲンとか使ってください。まあ最悪入れなくてもいいと思います。まあ、では早速作っていきたいと思います。最後まで見てください。どうぞ。まずは鍋を加熱してください。塩を 2g 入れます。ある程度温まったらスパイスを入れてください。あまり火を強くしすぎないようにしてスパイスの香りを移します。跳ねるので注意してください。色味はこのぐらいまでですね。多少焦げた感じでも大丈夫です。火加減は弱火のまま玉ねぎを投入してください。さっと炒めたらごく弱火にして、蓋をして30分間蒸し煮にします。15分前になったら肉を炒める作業に入ります。バターを 20g 溶かしてください。本来は牛肉を使いますが、豚と鶏の方が旨味もあるので今回はこれを使っています。キーマカレーなので肉はしっかりほぐしてください。しっかりと炒めて水分を飛ばします。水分を飛ばすことで旨味を凝縮させます。次に生姜とニンニクを入れてください。ここでも水分をしっかり飛ばします。
30分が経過しました。目安はこのぐらいの色です。次にココナッツ 20g を入れてください。香りが立つまで 1、2 分ほど煎ってください。マドラスカレー粉を入れて混ぜます。粉気を飛ばすために軽く煎ってください。次に先ほどのひき肉を入れてください。カゴメトマトペースト 18g を入れます。シチュー、カレー、煮込みのコク出しにとてもおすすめのトマトペーストです。混ぜたらこのあと5分間蒸し煮にします。焦げやすいので少し火加減に気をつけてください。5分後はこんな感じです。少し火を強めてください。グリーンピースを缶の汁ごと入れてください。炒めながらしっかり水分を飛ばします。グリーンピースの色が映えるように今回は蓋をしないでグリーンピースを炒めます。水分がちゃんと飛んだら火を止めてください。仕上げ用のスパイスを入れます。ブラックペッパーを少し入れてください。塩を足して味を決めます。これでしっかり塩を混ぜれば完成です。
後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と次の動画もぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバーイ。